暑いよ、みちこ。ここがどこか忘れちゃってた。みち、お椅子から落っこっちゃったよ。電車の床、木の板だから痛いよ。わかる。僕にも来ちゃうくらいに痛かった。ごめんな、みち。コブになったりしてないか？しただけ。それよりそうちゃん、パパとママ、うん、2人ともぐっすりだね。ねえそうちゃん、今何時？列車どの辺を走ってるの？わからない。窓の外真っ暗だし、時計は父さんがしてるけど。そっか。見ちゃおう。あっこら、そんなことしたら。ああ、眠ってしまっていたか。だから言ったのに。ごめんなさい。いや、ちょうどいいところで起こしてくれた。ほら、お前も寝ていると絶景を見逃すぞ。あら、やだ、私ったら居眠りなんて。外、真っ暗だよ。真っ暗なのは、ほら。そっか、トンネルだったのか。やだやだ、大雨になっちゃってる。大丈夫？蒸気機関車の火、消えちゃわない？お前は蒸気機関車をどんなものだと思ってるんだ？知らない。だって見てないもん。寝坊するから見れなかったんだろ。そうちゃんは知ってるの？うん、旅行の前に図鑑で調べた。鉄の分厚い体の中にボイラっていう釜がある。その中で石炭を燃やしてるから雨が降っても消えない。そっか、なら安心だね。台風、すれてくれなかったんでしょうか？そのようだな。これではせっかくの富士も拝めないか。富士山？ああ、しばらく行くとこの列車は富士川橋梁という鉄橋を抜ける。鉄橋？なら、その上から富士山が。晴れていればな、見事な富士が拝めるのだが、まあ、台風を抜けてさえしまえば。おっ！今、ずいぶん揺れたけど。それなかったどころか、直撃コースに入ってしまったのかもしれないな。直撃コースに入っちゃうと、どうなるの？宗鉄！みちこ！大丈夫か、みち？父さん。バカな。こんな悪天候で加速などしたら、最悪の場合脱線も。車掌呼んで。ちょっと誰か車掌呼んでって言ってるの。やだやだやだよ。みち、前の方が
どうなってるか興味ない？前の方？この列車、蒸気機関車が引っ張ってるでしょ。だから前の方に行ってみたら。前の方の窓からなら蒸気機関車が見えるかもしれない。きっと力強くてかっこよくって頼もしいよ。それなら道を見に行きたい。よし、決まりだ。いや、ちょっと待て。行くぞ、ちゃんとついてこいよ。ねえ、道、こんなにすごいスピードだ。前に行ったら客車の中まで煙もくもくかもしれないぞ。やだ、そんなの。お洋服狭くなっちゃう。このドアの向こうが一番前の客車だ。ねえ、このスピードって普通なの？なんでこんなに揺れてるの？大丈夫です。悪天候で揺れが大きくなってるだけです。窓から前の方は見えるかな。そうちゃん、ん？なんだこれ、ちょっとひどいね。何も見えない。確かに怖いね。けど雨は雨だ。ガラスを越えて何ができるってものでもないよ。道、宗鉄、道子、元の席に戻るんだ。大丈夫よ、道、宗鉄。お母さん、ついてますか？うん。パパ、ママ！なんだ？緊急事態だ。ただごとじゃ、うわあ！夢か。汗お拭きしますね。ひどくうなされてらっしゃいましたが。大事ない、ただの夢だ。ここまで鮮明なものはもう何年も見ていなかったから。レールショップに行く約束か。そうですね、8620修復に関しての所見を下さるとのことです。うん、
私が従前であれば余計なお手間をポーレットさんにおかけしないで済みましたのに。余計な手間などとは微塵も思っていなかろう。危機として作業にかかっていたではないか。それは確かにそうですが。八六、ニーニーまだ起きない？あ、ちょうど今起きたぞ。ニーニー、兄さん、おはようございます。おはようとは言い難いか。すまんな、寝過ごしで迷惑をかけた。迷惑なんて。大丈夫ですよ兄さん、まだ間に合います。そうだな、よし。見積もり不能？はい。市場がなければ相場もないか。回収費、この状況だと正直億を超える可能性もあると思います。億？億って、お人屋から湯の井までが大人690円でしょ。だったら、1億円だとして、144,928人のお客さんを運べば320円の利益が出ます。144,928 人と聞いたぞ。145,000って、お人屋の人口よりずっとずーっと多い倍。そうですね、今市の人口は35,000を割り込んでますから。まともにいけば採算は極めて厳しいわけか。客車のこととか固定費とかを考えないで。それですから、観光列車ですから指定席券でやれるとしても。ならば絡めていくほかないな。8620復活をエアクラ工場誘致反対のための旗印とする。旗印ですか？未造船が起きればお人よは緩やかに死んでいく。そうと理解している者は決して少なくないはずだ。それは、はい、そうですよね。潜在的には多くの人が疑問や不安を持ってるはずです。銀行さんと対立したくなくて様子見をしているだけで。兄さん、なんだか難しいお話みたいですから、ちょっと外の空気を吸ってきます。ああ、それじゃ少し失礼します。ほう、レイナもそろそろ修行準備を進めておきます。うん、お願いね、レイナ。議論になるのを嫌ったか、影響されるのを嫌ったか、いずれにしても誘致賛成の立場は変えんわけか。うん、どうしたんでしょう響ちゃん、急に。あれはあれで大人だということだ。はあ。ともかくさっきの話だが、8620を復活させての観光誘致を水資源の保護とその先にまで関連付けるってことですよね。その通りだ。熊川の町、水の町、温泉と焼酎の町、お人よのイメージが広く定着すれば誘致も頓挫しよう。悪くない。ううん、とてもいいです。 SL は水がなければ動けませんし、この町はそもそも熊川の町ですから、関連付けのポイントいくらでもあるって思います。ならその方向でまずは動くか。え、即決ですか？何か問題でも？問題っていうか、もう少し検討しても、うまくいかなかった時のこととか。
では、あげてくれ。うまくいかないと何が困る？失敗したら、回収の目処が立たなくて、8620は走れなくて、工場の誘致反対が盛り上がらない。そうだな。つまりは失敗しても現状維持な上、時間と労力を支払うだけで、誤った選択を潰せるわけだ。はぁ、本当だ！宗哲くんの言う通り！それなら、やらないと損ですね！うん。だからやるさ。ついては、知恵を貸してほしい。はい。協力者候補ですか？ああ。まずは一人。我々以外に、意見をくれる味方が欲しい。どういう人がいいでしょう？そうだな。鉄道や観光関連の知識や技術を持つ者、その上で工場誘致に表立って反対しているとありがたい。ならこことかはどうでしょう。静か。ん？ん？どうしたんですか、宗哲くん。響きの絵だぞ、これは。そうだったんですか？はは、トロルユも書いてある。なるほど、これが響きの仕事か。このイラストマップ、銀行さんが主体で作ってくれたものなんですけど。うん。銀行サイド、エアクラ工場誘致派もまたお人への復興を真摯に願っていることは確からしいな。そうですよね。その思いは同じ。どこを最優先すべきかが私たちとは違うだけで。うん。ともかくこのイラストマップは良いものだ。響を褒めてやらねばな。私もそろそろ乗務の準備にかかります。ああ、すまん。朝方の貴重な時間をありがとう。そんな、だってもう私たちチームじゃないですか。8620の復活は私にとっても希望ですから。そう言ってもらえればありがたい。制服でしたし、響ちゃんも今日は登園ですよね。うん。登園日だと聞いている。だったらもうホームに行ってるかも。あら？おう。よかばい、よかばい。お腹いっぱいになるまで食べて構わんけんね。もう。そんなん気にせんとよかよ。私今ダイエット中やけんね。ぎゅん。いいんです、宗哲くん。しかし駅だぞ。ノラが味を占めていつきでもしたら。それはそれでいいかなって。なぜだ。駅長猫って昔はたくさんいたそうなんです。観光列車の拠点駅とかに。おう。犬だろ、あれは。え？子猫ちゃんですよ、痩せっぽっちの。私には犬にも猫にも見えませんが。でん！うん。ポーレット、すまんがここで解散だ。響に見つからぬよう言ってくれ。え？はい。けど。なぜだか恥じてしまうのだ、響は。自分の成果や善意を人に見られることを。そうなんですか？私、短いお付き合いですが、響のそうしたところは何度か目にしています。そうなんだ。それなら、私はこっそり常務に。
ソーテツくん、ハチロクちゃん、頑張ってね。せっかくの響きの地図だ。歩くとしよう。はい、ソーテツ様。あら？ん？ステンドグラスの時計塔ですか。随分と目立つものですね。熊本銀行お人よし店。エアクラ工場誘致推進派の、いわば総本山だな。あ、ここがそうでしたか。この建物だが。はい。八六は、どのように感じているのだ？よろしいのではないかと思いますよ。どのように？古きガラスの積み重ねを足場に、新しい時を刻む。主張がそのまま、明快に形と示されていますので。おう、面白いな。ここを曲がってしばらく行けば、鍛冶屋横丁という通りに入る。ですね。こちらの方がずっといいです。ソーテツ様を育ててくれた、そんな空気を感じるようです。そうか、そう言われると何とも誇らしい気持ちを感じる。ソーテツ様、ここのようですね。うん。奥が工場になっているのかな。そうですね。あの、ごめんくださいまし。すみません、ヒナイポーレットさんの紹介で来ました、右田ソーテツと申す者です。ああ、今市長さんから電話もらっておりました。ミノカサですたい。旧帝鉄8620系トップナンバー、8620専用レールロード、86と申します。からご丁寧に。話ばざっとは聞きました。事故で壊れた蒸気を修復したいいう話でしたが。はい。阻害に運べばよろしかとですが、まあ難しか話でしょうな。困難なことは分かっています。ですので一つずつでも成果を出していきたいのです。いやいや、そげなことせんでください。わしなんぞ何にもできんと思いますけんね。でしたら僕に部品作りをご指導ください。体力にはいささか自信があります。右田の長男さん言うたら帝都に行かれたいう話でしょ。はい。その人がどぎゃんなわけで、そこまで。この町に僕は救われたからです。だからお人よ、熊川と焼酎と温泉のこの水の町を救いたいんです。右田の酒はうまかとですからね。熊川の水ば汚れてあん酒が飲めんようになるのはつらかとですな。それでは。言うても肝心に何ができるか、蒸気の部品ば作ったこともなかですけんね。そうなのですか。キハ07の車軸ばよけ壊れますけん、あれだけは何度も何度も作り直しておりますがの。小倉のあたりに帝鉄の車両工場ばあったそうですたい。そこがのうなって、まあ
やむなく言うところでしょうな。ご謙遜を。ええ、本当にご謙遜だと感じます。ここの刃物は皆命を持っているようです。命を持った部品など蹄鉄でもほとんど見ませんでした。この8620やらの車軸はドギャン素材でできとりますかの。86。はい。ど忘れか。ああ、事故があったいう話でしたの。なら一番太か車軸の目方を教えてくれればよかですよ。寸法と目方が分かりゃ素材の検討もつきますけん。目方、重量ですね。動輪車軸の重量。ああ、よかです。よかですたい。駅まで実物を見せてもらいに行きますけん。お手数をありがとうございます。なんのなんの、乗りかかった船じゃあなかですね。機関車ですけん。こらえろ86。泣けば美濃笠老人を責めるようになってしまうぞ。不調なようだな。蒸気排水のシステムが。はい、そのようです。うん。女の子ば泣かせるやつは許せんばーい。無手か。そんなん無手で当然ばい。生き物相手に剣を振るうはご法度たい。おお、剣道を習っているのか。いい師に恵まれているようだな。当然ばい。うちのお師さんは日の本一って、なんで悪党にそげのこつ。宗哲様は悪党などではございません。え、これなぎ、また早とちりばし腐って。じいちゃん、これドギャンコツね。誤解をさせてしまったらしいね。ひとまず落ち着いて説明をさせてもらえるか。じいちゃん、この人誰と。右田の、ほれ、お人よで一等古家焼酎蔵さんの息子さんや。焼酎屋さんが何しに来たと。なんで女の子ば泣かせた。わかったばい。この女の子、焼酎屋さんの連れとや。で、じいちゃんがつけばはろうってやらんけん。アホ。はいな。違うと。謎ばい。さっぱり事情がわからんばい。かいつまめば。僕らは君のおじい様に協力を願いに来た。何の協力かといえば、蒸気機関車の修復だ。蒸気機関車？うん、蒸気機関車って絵本とかに出てくる汽車ポッポとや。何のためにそげのもん直すと。蒸気機関車を軸にした観光誘致を行い、それをエアクラ工場誘致撤回へとつなげていくためだ。誘致撤回。ちょっとら兄さん、よかったばい。誤解しとって悪かったばい。誤解が解けたなら何よりだ。じいちゃん、この兄さんら深見ちゃんとこ案内してあげてもよかと。早瀬さんとこ。ああ、そらよかとね。右田さん、2時間ほど時間ばもらえませんかいね。
大丈夫です。何をすれば？そんなら、うちとこの孫娘について行ってやってください。お人よの観光の実情が、どぎゃんもんか。あーで少しは、分かってもらえると思いますけ。